はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのドゥです。本日はね、こちらにあるこのレンズ、ドン、タムロンさんの 11-20mmF2.8DI3ARXD、 こちらのね、レビューをさせていただきます。こちらね、なんと先行で、お借りしているレンズになります。で、今回はタムロンさんからね、直接お借りしたわけではなくて、ビデオサロンさん経由で、レビューをするということで、このレンズお借りしております。タムロンさん、ビデオサロンさん、ありがとうございます。というわけでね、今回はまあこちらの、レビューと、ここにある XF の 1024F4 同士の、ね、レンズ、これ私の、持ってるレンズなので、これの比較もね、ちょっとしていきたいなと思います。というわけで前半が、レビュー、後半が F4 と XF の 10mm24mm との比較っていう形で、やっていきますので、レンズレビューにね、興味がないな、比較だけでいいなって方は後半まで飛ばしていただければなと思います。というわけで早速、こちらのね、タムロンさんの 11mm20mm のレンズの方のレビューをしていきたいと思います。で、こちらの詳細なレビューに関しては、ビデオサロンさんの方でさせていただきますので、今回この動画では、まとめ的な感じでね、もう軽くお話をしていこうかなと思います。ただまあその前にね、一応スペックだけ簡単にね、説明させてください。はい、で、こちらのレンズね、レンズ構成が10×12枚、絞りバネの枚数が7枚、焦点距離が 11mm20mm、 フルサイズ換算の 16.5mm から 30mm っていうところです。で、最短撮影距離の方がワイド端で 0.15m 15cm、 テレ端で 0.24m 24cm となっております。そして、簡易の防塵防滴構造になっております。はい、というのがね、簡単なね、スペックになります。では続いてね、外観に行きたいと思います。外観こんな感じです。いつものね、タムロンのレンズっていう感じですね。で、前側がフォーカスリングになってます。で、後ろがね、ズームリングになっております。で、これね、ズームして、テレタン側が一番短くって、ワイドタン側広くすると、筒が伸びるっていう感じになってます。ただまあ伸びるね、この距離としては本当少ししか伸びないですし、かなりね、使いやすいかなと思いました。はい、という感じです。外観はね、外観はあれですね、絞りリングが今回もありませんね。やっぱり富士のユーザーの方は、絞りリング結構ね、重要視される方が多いと思うので、この辺はね、やっぱり注意が必要かなと思います。絞りリングはついておりません。はい、という感じで、外観の説明も以上ですね。このレンズの特徴についてなんですけれども、まずはね、小型軽量ってことですよね。フード外すとこんな感じです。今ね、XH2 についております。このくらいで、フードつけてもよいしょ、このくらいのサイズ感です。で、先ほどまあね、伸ばしましたが、筒が伸びてもこのくらい、筒が短い状態でこんな感じという感じで、小型軽量ですね。かなりね、使いやすいと思います。このレンズで私が一番ね、いいなと思っている点がこれです。前にフィルターが付けられると、円形のフィルターが付けられるってことです。私の場合はね、動画も撮影するので、特にね、 ND フィルターが付けられるっていうのがね、本当にありがたいんですよね。で、今回こちらのレンズ使って、動画の作例と、写真の作例ね、撮ってきたので、ちょっとご覧ください。どうぞ。はい、作例の方をご覧いただきました。見てね、気づいた方も、いるんじゃないかなと思うんですけれども、ダンサーの体に、こうカメラレンズくっつけて引いてた瞬間ね、顔にね、ピントがね、なかなか合わなかったんですよね。あれ、気になった人多いと思うんですけれども、
普段だったらねあれ撮り直すんですけども、今回はレンズレビューのね作例ってことで、ああいう感じでねピントが合いにくい場面もありましたよっていうところをちょっとお知らせしようかなと思って、あのまま使ってます。であれの対処法としては、まあ、一番簡単なのはマニュアルで撮っちゃうってことなんですけれども、あとはフォーカスポイントを、あれ撮影してる時はねオートであの全体に合わせてたんですけども、まあ、フォーカスポイントをしっかり作ってちょっと画面の上側に持ってきておくと。でそうすることでパーッと引いてった時にそのフォーカスポイントが顔に合いやすくしてあげるっていう風にしてあげたりすると、比較的ね顔に合いやすく、なったんじゃないかなと思います。まあ、その辺はね工夫して撮影をする必要があったかなと思います。で、ただね、まあ、あそこ以外で、ピントが外れるってこともなかったですし、あのこうねダンサーさんの周りをぐるっと回って、目がね切れちゃうとか顔が隠れて後頭部だけが映ってるっていう状態でもピントしっかり合ってたので、かなりねピントは早いですし、正確さもねあるかなと思いました。まあ、それはねやっぱりまあ AF に関しては実際ボディのね性能っていうのもかなり大きく関わってくるので、レンズの性能だけではないと思うんですが、まあ、この XH2S とね撮影で使ったんですけども、その組み合わせで AF 迷うってことはほぼなかったです。あそこの1点だけでしたね。はい。で、写真の作例もねちょっとご覧いただきたいと思います。どうぞ。でこちらねさっきのダンサーさんを、まあ、スチール撮影したものなんですけれども、今回はクリップオンストロボでねストロボ直当てで撮影の方をしてきました。こういう感じで、やっぱりパースを生かしたというかね、撮影っていうのができる、こういうのが広角レンズで、撮るね楽しさかなと思います。続いては、東京にあるね神代植物園っていうところに、行ってきて撮影したものです。やっぱりねこのレンズ寄れるので、かなりね後ろ、広角レンズなんですけども、ちょっと後ろをね柔らかくぼかして撮影するっていうこともできますし、このねやっぱりハーフマクロ的にね寄って撮影ができるので、かなりね近づいて撮影することができました。でこちらのタムロンのレンズなんですけれども、まず小型軽量で 11mm から 20mm っていうね広角レンズで、で F2.8 同士で、フィルターが使えて、さらに、最短撮影距離が 15cm ってかなり寄れるということで、幅広い撮影に対応してくれるレンズなんじゃないかなと思います。これね素晴らしいレンズかなと思います。ここからね、私が持っているこの XF の1024とね簡単な比較をちょっとしていきたいなと思います。両方のスペック出します。こんな感じですね、ドンと。はい、というわけでね、スペックの方をね今こう比較で出しておりますが、XF の 10mm24mm の方が F4 になっております。タムロンの方が F2.8 ですね。で手ブレ補正機能が XF の 10mm24mm にはついているけどタムロンの方にはついてない。で防塵防滴が XF の 10mm24mm ついているけどタムロンの方には簡易防塵防滴しかついていない。で最短撮影距離が、XF の 10mm24mm は、テレタンでもワイドタンでも 24cm、0.24m なのに対して、タムロンの方は、ワイドタンで、0.15m、テレタンが、0.24m ということでタムロンのレンズの方が寄れると。で重さの方が XF の 10mm24mm が、385g、タムロンの方が 335g ということで 50g、違いますね。この 50g の差を、まあ重いと感じるか軽いと感じるかは、まあ、人それぞれかと思います。はい、というわけで、今のがね簡単なスペックの比較になります。で、手ブレ補正のね作例も取ってあるのでご覧ください。まあ比較して、差はあるものの、まあ、広角レンズなのでやっぱどっちもねそんなに手ぶれ目立たないといえば目立たないかなと思います。はい。で、続いてね、11mm 広角の 11mm と 10mm の差をちょっと見てみたいと思います。こうやって見ると、このね右端の建物がまあもう全然映ってるか映ってないか、
で、左の建物の、この青空を反射している部分っていうのも全然違いますし、これねもちろんあの全く同じ場所から撮影したものなので、この差が出るっていうのはね結構大きいなと思います、うん、はい。で今回はこのタムロンの 11mm20mm の、まあ、レビューと、こちらのね XF10mm24mm との比較ね、この2本の比較っていうのをさせていただきました。これがね皆さんの参考に少しでもなれば嬉しいなと思っております。というわけで、この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。それではありがとうございました。さよなら。